どうもジャンヌダルクです。ということで今回はコールオブデューティーワールドウォー2の方にトリプルプレイが来たということで、早速、クラメンのコテニッと一緒に、撮影の方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。コテツナです。よろしくお願いします。ということで、ただいま朝の6時です。イエイいやーマジで頭おかしくなりそう。僕は仕事で、ニキは飲み会。そうですね、2丁目でちょっとお姉さんたちと、お姉さんというか、まあ、男のお姉さんたちと飲んでました。あー、あるねなるほど。24日に追加されたのかな、ヒロイクトリプルプレイと言われるものが追加されまして、レアサプライドロップ10個と、賄賂が2個含まれております。で、その賄賂の方にはヒロイク武器1個獲得、重複なしと、ランダムなアイテム2個獲得、重複なしが含まれます。まあ、これはちょっと、噛み砕いて説明すると、レアドロップバンドルが10個、そして2個ついてる賄賂が、ヒロイク武器重複なしと、他武器じゃない重複アイテムが、重複なしアイテムが2個出てくるということで、まあ、かなりお得っすよね。うん、この説明してってちょっと頭はてなったけど、まあ、とりあえず重複なしですよ。うん、そうですそうです。基本的にこれ3000ポイントあったら、まあ、レアドロップが15個引けるわけじゃないですか。はい。で、まあ、ヒロイクトリプルプレイだと、まあ、12個手に入って2個は確約でヒロイク武器なんで、なるほど、まあ、かなりお得かなと思いますよ。オッケー、ごめん頭入ってこなかったまあ買いましょう。眠いから、もう買ってもさっさと。じゃあ買っちゃいます。もう重複なしのヒロイクだから、新武器バン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 出るわけなんですよ。そうっすよ、本当に僕らトータルで8個8個で16個引けますからね、ヒロイク武器。そうだから、もし次回作じゃない、次新武器が追加された時でもお得にね、そうですね、ゲットできるかもしれないと。そうですね、ヒロイク武器ワイルドところ初めて、初めてです。オッケー、はい、じゃあ行きます。じゃあどうする、一斉ので引く、一斉ので行きますか。うん、行くよ、はい、一斉ので、はい、っあ、ちょ、重なってるタイミングが、じゃあヒロイク頼むよちょっと待って、シャベル、そうきたか。俺は SRM1903 ですね。2回目に引いた。あー、 M1A1 カービンのヒロイク、ボディースナッチャー2多いな。さあ Y は、いや、ハンドが欲しいんだよ俺、ヒロイク、ヒロイクまあそうか、ショーティー2 LMG かな。あー、これ LMG だね、ですね、はい。いやー、そうじゃないんだよな、そうじゃないんだよな、ヒロイクなんだけど。俺あれ、レッドバロン2とかさ、STG のヒロイク2系を持ってないから欲しいんだよね。そうっす、僕も AR ですね、 BAR しかり、STG しかり狙ってるのが、レッドバロン、いつもね、ほんとレッドバロン使ってるから、レッドバロン2と、あとシングル2、これめっちゃかっこいいから欲しい。僕はあれですかね、ハンドガンの、ヒロイク、何の銃？ P08 のヒロイクの、デアアドラー2ですね。これかっこいいよね、これかっこいい、これ超強いんだよね。ほんと使いたい、ほんとに使いたい。1個持ってないんで、 P08 のバリアント、これと、まあ僕もジャンルさんの言ってる通り、 STG オア、まあ、BAR のバリアントですかね。あー、 BAR もいいよね。はい、あと9ミリサップの特権2、これもね、結構かっこいいから欲しいんだよな。今作ハンドが重宝しますからね、欲しい。ライヒスも欲しいな、僕リボルバーどっちを持ってるんで。あー、じゃあ俺ライヒ俺はあれだな、ライヒスと P08 と STG、 そいつ狙いでいきます。そいつ狙いで、はい、はい、いっせーので、はい、ポン、きた、頼むぞマジで、ヒロイ、ヒロイク、ヒロイク反映2、これハセシンさんが上げてた俺も SMG 投げてたろ、サン・オブ・マーズ2。あー、はい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 、あったな。まあ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 、2回目いきますよ。はいよ、いっせーので、はいはい、頼むマジで、ヒロイク、頼むマジで、ハンドガン来い、ヒロイク、クルセイダー、何それ、おかしくない、ソードオフショットガン出たんだけど、僕いらな、リーエンフィールドなんですけど。なるほど、いやでもね、違うんだ違うんだ違うんだ、そうじゃないんだ、いや確定だから、すごい心躍るよね。まあ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 、間違いないですね。ほな、いきます。はい、これ何回目、6回目か、6回目、あ、うん、違う、5回目っすね、5回目だ、はい、いきます、はい、よっ、はっ、
あ、来た、ヒロイック、何これ、エピキレクレオールソー。いや、おかしいだろ、マジで。コンバットナイフ。もうこれあれなんだね、前のイベントレースも来るんだね。そうっすね、そうか、まあヒロイックっつっても多いもんな、確かに。まあじゃあ、次行くか。はいはい、6回目よっ、頼む、ほっ、マジでハンドガン怖い、頼む。お、エピック来た、頼む、頼む。からの、あー、MG、ブルースカイとかいらない。いや、いらないとか言わない、いらないとか言わない。 MG81 一応新武器のヒロイックだけども、あー、なんかやばいな、これ嫌な予感してきたな。 AR が来てないぞ、マジで。え、これ、これでラスト、もしや。もう、あと僕ら2人合わせて4つですね、これで。いきますか、はい。 STG レッドバロン2来い、マジで頼む。来た、ヒロイック、やる来い、やる来い。あ、レッドバロン普通のやつが出たんだけど。あのさ、ちょっと待って、おかしいって。待って、え、待って、これさ、重複なしドロップじゃないの。いや、重複なしっすよ。え、なんで重複出たの。え、どういうこと、嘘だ。だってほら見て、ほら、バト押して、バト押して、俺のやつ見て。え、ほら、え、え、いや、あれですよ、だグリース2が当たったってことっすよ。じゃあ、じゃあ、え、あれじゃないの、説明文的な意味でヒロイックの横に、横2つはアイテムは重複なしじゃなかったっけ。あ、確かに。え、でしょ、え、説明そんなこと書いてなかった。書いてあった、書いてあった。その重複の見れます、その賄賂は、うん、あ、もう見れなくなっちゃってる。え、なんか賄賂はなんか重複なしです、2つ残り2つのアイテムはって武器とは言ってないけど重複なしです書いてあったじゃん。ああ、詐欺られた、詐欺られた。ああ、許せ。いや、多分まあ俺たちの翻訳がちょっと間違ってたんだね。そうっすね。じゃあラスト行きましょうか。頼む、マジで、マジで。せーので、はい、トン、 PR、 いいタイミング、 PR 来い、頼む。 STG ヒロイック、 STG ヒロイック。いや、おかしい、中身、マジかよ。あー、このサイト嫌な予感しかしら、俺。普通と普通、いや、もう嫌な予感しかしら、俺もう見えた、俺。いやー、マジか、マジか、盛大に外したな、これ。何も目当て出えへんよね。そうですね、一個も出てないですね、残念ながら。まあ、100試合やればあと2個引けるって感覚、無理だな。ポジティブになれないわ、これ。ちょっと僕もう寝ますわ。お疲れ様でした。ということで、課金1万円課金の結果、まあ、手に入った武器、なんですけども、 FG42 スティンカル2、SMG 百式機関銃ブルースカイ2、チェックアウト2、そして MP40、サンオブマーズ2、あとは LMG とスナイパーとかいう、まあ、チンカスという結果になりました。はい、クソですね。うん、あのね、まあ、朝の5時でね、僕今日ちょっと2丁目で飲んでたんで、まあ、テンションが上がらないというのは、まあ、あるんですけども、大きな声が出せなくなるぐらい、クソでした。はい、あのいや、まあ確かにね、ヒロイックその重複なしで確定とはいえ、まあ、確かに種類はめちゃくちゃあるんですよ。確かにそのお目当てのものが手に入るとは、まあ、確かに限らないレベルの、ヒロイックってあるんですよね。実際問題この辺とかもそうですよね。手に入ってないヒロイックって考えると、まあ確かに種類はあったんですけど、いや、僕とジャンヌさん合わせて16個引いてあれなんで、まああんまり期待するのは良くないかもしれないですね。で、まあとりあえずね、はい、まあまあまあ、レアドロップも10個ずつ、10×4 で40個か増えたんで、まあ、トータル今32足す69で101個、そしてエピック武器ワイラーも僕ね、あの2個持ってます。で、あと契約の方でも、100試合だっけな、そうですね、マルチプレイヤーマッチ100試合でもう2回ヒロイック武器ワイルド引けるんで、まあ、これは本当に課金しなくても誰でも引けます。はい、なんで、まあ、今日の配信でこのドロップ、100個資格、
は弾こうかなと思うんで、まあ今日また生配信するんで、ぜひ、見に来たい方は見に来てくださると、僕のドロップを応援してくださるとありがたいです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。左下にテロップが出ていますが、裏でジャンヌ隊長が必死に、サプライドロップを開けておりますので、ちょっと最後に煽ってきますか。いやー、まさかここまでお目当てのもん、てか俺マジでハンドガン当たんねえな。相変わらずクソな引きしてますね。まあということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、僕はね、このレアドロップ引きは、今日の配信でやろうと思うんで、よかったら皆さん見に来てください。ということで、今日の、ヒロイク来てる。安定感で言ったら、まあ、ライスリボルバーなのかなと思いつつ、まあでもこの瞬間火力と、このかっこよさは、やっぱり、何よりも魅力だよね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。